大谷翔平の脅威の一週間、最後の4割打者と66年ぶりに並んだ細かすぎる記録に反響、正気じゃない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2000連発の24号を睨んで、ここ7試合6本塁打に、 米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は18日日本時間19日敵地ロイヤルズ戦に2番 DH で先発し2000連発の24号にランを放って5から2の勝利に貢献した。ここ7試合で打率435、6本塁打、12打点、ボックス1892と驚異的な数字をマーク。 その裏で達成した66年ぶりの細かすぎる記録を球団広報が紹介している。あっという間にスタンドに飛び込んだ。1点ビハインドの5回無視2類の第3打席。通算224勝右腕のザック・グリンキー投手が内角低めに投じた69.7マイル、約112.2キロのカーブを振り抜いた。 今季自己最速の打球速度117.1マイル、約188.5キロ。右中間席に突き刺さり、両リーグトップを走る逆転の24号にランとなった。ここ7試合で6本目と本塁打量産が止まらない大谷。エンゼルスのシニア広マネージャーのマット・ダーツ氏は、 現地12日から18日の1週間で大谷が達成した66年ぶりの記録を自身のツイッターで紹介した。それによると、今週、エンゼルスの翔平大谷は7試合で2塁打2本以上、本塁打6本以上、死球10個以上を記録した1957年以降初の選手になったという、1957年に同記録を達成したのは、 最後の4割打者、テッド・ウィリアムズと通算536本塁打のミッキー・マントル。共に3冠無理王、MVP、デイ入ド・など輝かしい実績を誇る偉人だバーチ氏は彼はまた、レンジャーズ、MLB で最多得点のチームを相手にクオリィスタートのピッチングをし、勝ち投手になっている、と投手としても活躍したことを書き加えた。 米飯からは、なんてこった。ただただ正気じゃない MVP といった反響が寄せられている。ザ・アンサー編集部、大谷翔平の同僚、ピッチクロック違反に打球直撃、最後は、盗塁失敗と受難の一試合ある意味レンヒーフォーデイ、レンヒーフォーは自頑張れ、ショー。 MLB、ML ロイヤルズ2から5エンゼルス、6月17日日本時間18日、カンザスシティ。ロイヤルズ戦に2番 DH で出場した大谷翔平投手の逆転に乱で勝利したエンゼルス。今季6度目となるトラウタに球も飛び出すなど最高潮のチーム状態であるエンゼルスにおいて、視聴者も思わず突っ込みを入れるチンプレーを3度も見せつけたのが、 8番連ヒーフだった。まずは2回表、西ランナーなしで迎えた第1打席。カウント2から2からボールが投じられないまま、不審に三振のコールを告げられた。今季から導入されたピッチクロック違反でスリーアウトチェンジとなった。投手の場合、ボールを受け取ってから走者なしで15秒、走者ありで20秒以内に投げるとのタイム制限が、投手におけるピッチクロック、だ。 一方、打者の場合は残り8秒までに打席で構えねばならず、デンヒーホンはこの制限を超えたため三振となった。西に三塁で迎えた4回表の第二打席ではデッドボールを受けた。ボールは腕を直撃したが、痛がる素振りを見せず、なかなか一塁へ歩かない。打ちたいと言わんばかりの表情で一塁へ向かった。 すると、続くベラスケースが放ったセカンドへの打球は足に当たってしまい、まさかの3アウトチェンジ。SNS でも、レンヒーホにベラスケースが打った球当たってアラウト。なんじゃそりゃ。などのコメントが見られた。締めくくりは9回表。地球で歩き、これで大谷に打席が回ります。と、アナウンサーが実況した直後。 9番ベラスケスの打席でレンヒーホが2インチを試みタッチアウト。負の連鎖は続いて続くベラスケスも出塁後に盗塁し、多くのファンが注目する大谷の打席は幻に終わった。大谷の最終打席を期待したファンは、レンヒーホさん、なんで走ったのレンヒーホなんなんと SNS でつぶやいたが、一方で、レンヒーホをあまり悪く言わないでやってくれ。 レンヒーフォは時間までショーといった激励コメントも、大谷のホームランに注目が集まる中、ある意味レンヒーフォデイというつぶやきが、この日の試合を物語っていた。アビーマ、スポーツチャンネル、大谷翔平、トラウトとの今季6度目アベック玉。今季の配信はも継続、トラウトのこんな笑顔、久しぶりに見た、トラウタニ玉で勝利って最高。 MLB ロイヤルズにからゴエンゼルス6月17日日本時間18日カンザスシティチームの好調ぶりを象徴する攻撃だった大谷翔平がアリーグホームランランキングを独走する今季24号を放つと続くトラウトも連続アーチを放ち今季6度目のアベック玉でチームを勝利に導いた1点ビハインドの5回表 無視二塁で大谷が逆転にランを放つと、続くトラウトも連続アーチで2点リード。その後はロイヤルズを無得点に抑え、エンゼルスは今季41勝ち目を挙げた。直近10試合の大谷の成績は36打数17安打、打率472、ホームランはなんと8本。大谷の好調でエンゼルスも7勝3敗、アリーグ西地区の2位に浮上した。 ここ数試合、不調だったトラウトも3試合連続安打と不審から脱出する気配を見せた。トラウタニタマは通算28度目であり、今季6度目。2人がアベックアーチを放った今年は負け知らずである。2人の連続アーチを目にしたファンは SNS にて、トラウタニタマで勝利って最高ですね。素晴らしいです。涙が滲みます。 この二人が打ったら絶対勝つんだから。最高のコンビです。大谷くんがトラウトに兜をかぶせるの泣いちゃった。トラウト選手やっとトンネル抜けてほっとした。これから地区優勝に向けて巻き返しだ。トラウトのこんな笑顔、久しぶりに見たような、兄貴のなんとも言えない嬉しそうな顔、早起きした絵画。最高の週明け。と賞賛コメントの嵐。 日本のファンを大いに喜ばすトラウタニ玉となった。アビーバ、スポーツチャンネル。